争われる夢のグランプリ有馬記念。あなたの夢、私の夢は叶うのか。人気と実力を兼ね備えた美輪早秀で、今日は3番人気です。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、東海帝王。スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って、ここまで無敗、三冠馬娘マチカネタンホイザ、1番人気です。満を持して連覇に挑みます。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタートです。各馬娘、綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。メジロパーマーと9番、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気マチカネタンホイザ、第4コーナーを進んで直線へ向かう。メジロパーマー快調に飛ばして行きます。先頭はメジロパーマー、単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは9番、3番手にはマチカネタンホイザ、そしてその後方には東海帝王。1周目の直線、スタンドの大歓声に迎えられながら馬娘たちが走り抜ける。その後ろに美輪早秀、そしてその後方には14番、少し後ろから7番、少し離れてライスシャワー、その後ろナイスネイチャー、差がなく16番、3馬身離れてウィニングチケット、その外並んで1番。1コーナーから2コーナーへ向かう。前から大きく開きました。隊列は縦長になっています。後方の馬娘が差し返せるのか、気になる開きです。順位を振り返っていきます。依然先頭はメジロパーマ、続いて9番マチカネタンホイザ、ここにいた。後ろ東海帝王、少し後ろから美輪早秀、2馬身3馬身開いて7番、その外並んでナイスネイチャー、そしてその内から行ったのは14番、ウィニングチケット、外から行く。それを見るように16番、ライズシャワー、内から行く。2コーナー回って向こう正面、現在1番手はメジロパーマ、続きましたマチカネタンホイザ、東海帝王3番手。残り 1000m を通過、1馬身離れてナイスネイチャー、差がなく美輪早秀、内の方から7番、その内並んで9番、1馬身離れてウィニングチケット、1馬身差14番、少し離れて1番、それを見るように16番、ライスシャワー、並んできた。外を回ります。里のダイヤモンド、内8番、後方2番手に6番、第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか、最後の局面です。まだスタート、ここから先頭を捉えて分けてくるのか。最後のコーナー、最初に立ち上がったのはマチカネタンホイザ、食い下がる、ナイスネイチャー、マチカネタンホイザ強い、強すぎる、完全に抜け出した。残り 200m、マチカネタンホイザ足色は衰えない、マチカネタンホイザリードは8馬身、マチカネタンホイザ次にとしか言えない走り、次のレースが今から楽しみです。夢のグランプリを制するのはマチカネタンホイザ。年末最後の大一番を制し、栄光のセンターの座を手に入れた。2着はナイスネイチャー、3着は東海帝王。